女子ウルフェスのハンディキャップタッグレスマッチ、日本初、世界初ですね、女子のウルフェスレスマッチなんですけども、試合前は工藤選手ももうこちらも声をかけられないような雰囲気だったんですが、はい、かなりナーバスになった部分がありますか。ありますね、やっぱりね、普段の試合でもやっぱりいろいろ緊張したりとかするのに、これだけ違うものが取り入れられたりっていうと、プレッシャーも前かかってくるし、リングに上がった瞬間、このヨシテスのリングを見た時っていうのはどういう気持ちでしたか。上がったらぐっとなんか冷静になったんですよ。それまではやっぱり想像つかないっていうか、自分の中でもどういう風になるかっていうのは分からなかったんですけど、上がった時が結構もう踏ん切れたっていうか、やるしかないと思う。なるほど、その上がる前までの怖さ、この眠れない日もあったそうですね。ありましたね、やっぱり、想像つかないっていうのが一番怖いですね。自分なりの予測が立たないっていうのは、すごい不安なんですよ。なるほど、そうですね、誰も経験がないわけですからね、女子では、工藤選手は聞いたところによりますと、お母さんの方がやっぱりかなり心配されて、試合の直前までどうしても中止にできないのかって何度も電話をくれたそうですね。そうですね、この試合の当日の控え室のところまで電話をかかってきて、でもそれまではやめなさいやめなさいだったんですけども、当日になったらやられる前にやめなさいって思いました。工藤選手のお母さんらしいですね、なるほど、お母さんはお母さんなりに考えたわけですね。そうですね、きっと思ったらやるしかないと、少しこのウーシテッセンという試合形式は、やっぱり工藤選手前におっしゃってましたけど、ユニットさんの遺産であると、踏み込んではいけない聖域なんではないかと。そうですね、やっぱり一番はそこ、痛い、そのウーシテッセンが痛いとか、そういう怖さもあるんですけども、やっぱりそのユニットさん、うちの FMW の選手とか、そういう人たちが作り上げてきたものを壊してしまうっていう部分の怖さが一番あったんですね。工藤選手大ピンチです。背中からユーステッセンへとユーステッセンのことに連絡しました。なんか落ちた瞬間、想像してたよりも痛かったです。想像してたよりも、で、起きようと思っても動けないんですよ、髪の毛が。ちょっと引っかかってますね。髪の毛も身動きできないっていうのもありますし、無理に動くとまた皮膚が裂けてしまう。そうですね、当事者の工藤選手がこのビデオを見て解説してもらうのはあまりにもちょっと重いシーンなんですけども、やっぱり女の人と男の人がやると同じ、こうして線なので、違う部分で、これもそうですね、今度は顔面です。お母さんのやられる前にやれという話しく、工藤選手もやっぱり一番最初に動きになってしまいました。しかしあれですよね、試合中の痛み、よくレスラーというのは試合中にはほとんど痛みを感じないんですよ。やっぱり夢中で、夢中でファイトしてますからね。逆に控室戻ってきてから、例えば靭帯を痛めたとか気づいたりとか、しかしこの場合というのはもうリングの上でもう激痛を感じたわけですね。すごいですね、その場で一瞬にして、本当にもう今までの痛さとは口では言えないぐらいの痛みっていうのが、また工藤選手です。しかも今回これ普通の水着姿ですからね、通常の試合コスチュームですから、でもここがまた日本女子っていうんですか、意地でもあるって言うんですか、服を着て、かばうっていうのもそこまで逃げたくない、そこまでするんだったら最初からやらない方がいいと思うし、もしやるんだったら、あえて最低限の厳しい中の条件でやりたいっていう気持ちがあって、わざとストリートスタイルではなく、いつもの通常のコスチュームでやる。なるほど、それがユーシテスの先人である大仁田さんへの礼儀と言いますか。
ですね本当に。人数が少ないっていうのはいいですね、はいはい。このフィギュアの試合形式の中でさらにハンディキャップまでついてるという2対3だったというですね、はい、もう2人が分断されちゃうともうどうしようもないですよね、はい、そうですね、はい、この1試合なんですけども、はい、要素が取り入れられてるというか、デスマッチもそうですし、はい、ハンディキャップマッチもそうですし、はい、いろんな部分というのがすごく入っていると思うので、はい、ただの普通の試合とはまた違った難しさっていうのがすごくあって、なるほど、はい、有刺鉄線、コーヒーに巻かれた有刺鉄線とエプロンの有刺鉄線ボール、はい、これに警戒するのはもちろんですけども、はい、さらにその3人を相手にするという、そうですね、やっぱりその中にレスリングもやっていかなくてもいないし、はい、工藤選手の人もここまで踏み切るのはかなり心の中で葛藤もあったと思うんですけども、はい、ありましたね、もうすごい時間がかかるんだ、決断性までもすごい時間がかかりました、はい、で攻撃してても自分も痛いんですよね、会社にしてもかなり反対意見もあったという賛否両論だったという話ですけどね、結局現場の選手である工藤選手が強行するということで会社側も仕切られたと、はい、これ相撲黒ですね、やっぱり思ってたように実際この場でしか見たことなかったので、はい、板も重たいんですよ、はい、あれだけの有刺鉄線がついてるわけですからね、はい、やられたらやり返すしかないと、はい、やっぱり昔は反則一本だったんですけど、はい、敵もなかなかこの頃は頭に使うっていうか、そうですね、そうですね、はい、工藤選手にしてみれば、はい、やっぱり最後の完全決着方法として、はい、この有刺鉄線に踏み切ったと、はい、なのでやっぱりいわゆるよく言われるデスマッチのためのデスマッチじゃない、そうですね、これは違う、心理的な部分に難しい、分かる人には分かってもらえると思うんですけど、はい、理解しにくい人には分かってもらえない部分かもしれないですね、はい、となるとこの有刺鉄線を使ったというのも単なる手段ではないわけですね、はい、決まりました、この辺がやっぱりそこにあるのはやはりレスリングという工藤選手の主張なんですよね、はい、こういう時のコンバット選手というのは頼もしいですね、そうですね、決まりました、2プラトンです、あーでもピンチですよ、豊田が背を向けてしまいました、工藤選手の水着もボロボロですね、でも飯田選手もよく言ってたんですけども、はい、単なるデスマッチのためのデスマッチだったらそれはただのグロテスクになってしまうと、そういう点そうなってはいけないという意識というのはかなり試合中にもありましたか、試合中はねもうやるしかないって、そこに決断するまではそういうのすごくあったんですけど、それはねやっぱり受けた本人じゃなきゃこの痛みっていうのはなかなか分かんないと思うんですけどね、そうですね、有刺鉄線がなくてもあのウェイトで自爆するわけですからかなりのダメージですからね、工藤選手に助けに行けない、これが一番痛かったんです、うん、この試合中の中で加速もついてますからね、あとやっぱりこの痛いのとか恐怖感っていうのは私たちだけじゃなくて、はい、相手もあったと思うんですよ、初めての条件も一緒でね、はい、そうですね、その部分もやっぱり
もう最初はお客さん見ている札幌のお客さんももう声を失ってるという状態でしたもんね。まさに世界初です。でもあれですね、ここまでこの手段を使わないとマットと組み立てるとも決着がつかないという状況までもう追い込まれてましたからね。そうですね、向こうも半端じゃないですからね。はい、この前の大阪でもやられたことがあったし、まあ豊田選手にしても結局ここまでやられたんだからもうやるしかないんだよと言ってましたけどね。久保選手かなり試合の途中でかなり意識が朦朧としたっていうことも言ってましたね。本当に分かんないですよ全然。ちょっともうショック状態ですよね。ありますね。あとは普通の試合だと敵が見えるんですよ、はい、敵が自分の味方、はい、見えるんですけども、はい、今回は本当分裂っていうか分断されちゃって、はい、見えないんですよ。相手が今どこにいて何されても自分のことが精一杯で、初めてこう愛知とかそういう時に、あ、豊田が今そこにいるんだっていうのが分かった感じがして、はい、普通とは感覚が違ってしまう。やっぱりこの有志鉄線の持つ魔力と言ったら変ですけども、それがやっぱりかなり影響してるんでしょうね。不思議ですよね、やっぱり針金っていうかこの、はい、細い鉄線一つよりも全然、そうですよね、今までのものが違ってくるので、ジャンプです。まあファンの間でもこれもやっぱり賛否両論というのがありましたけども、でもこれは一つあれですね、やっぱりやった人じゃなきゃ分からないという、まあ、それを言ってしまうとしょうがないんですけどね、プロレスの場合はやったものではなければ分からない感覚というのがありますよね。そのように飛び込む勇気と言いますか、さあかなり試合のクライマックスに向かってます。おっとここで、これはダブルリストですか。そうですね、こうして鉄線ボードの上ですからね。この辺はクロバの補充に徹するしかないと思います。できないんですよ、パッと広さに向いてないとね。全員はもう試合が終わってしまった。攻撃してたらなんか自分も痛いんですよね。会社にしてもかなり反対意見もあったという、賛否両論だったという話ですけどね。結局現場の選手である工藤選手が強行するということで会社がもう仕切られたと、これ図の黒ですね。やっぱり思ってたように実際この場でしか見たことなかったんで、はい、板も重たいんですよ、はい、あれだけの有刺鉄線がついてるわけですからね、はい。やられたらやり返すしかないと、やっぱり昔は反則一本だったんですけど、はい、敵もなかなかこの頃は頭につくっていう感じで、そうですね、そうですね、はい。工藤選手にしてみれば、はい、やっぱり最後の完全決着方法として、はい、この有刺鉄線に踏み切ったと、はい、なのでやっぱりいわゆるよく言われるデスマッチのためのデスマッチじゃない。そうですね、ここは違う、心理的な部分で難しい、分かる人には分かってもらえると思うんですけど、理解しにくい人には分かってもらえない部分かもしれないですね、はい。となるとこの有刺鉄線を使ったというのも単なる手段ではないわけですね、はい。決まりました。この辺がやっぱりそこにあるのはやはりレスリングという工藤選手の主張なんですよね、はい。こういう時のコンバット選手というのは頼もしいですね。そうですね。
スープラトンです。あーでもピンチですよ。また工藤選手です。しかも今回これ普通の水着姿ですからね、通常の試合コスチュームですから。でもここがまた日本女子って言うんですか、はい、意地でもあるって言うんですか、はい、服を着て、はい、かばうっていうのもそこまで逃げたくない。そこまでするんだったら最初からやらない方がいいと思うし、もし、ね、やるんだったら、うんうんうん、あえて最低限の厳しい中の条件でやりたいっていう気持ちがあって、うん、ずっとストリートスタイルではなくいつもの通常のコスチュームでやる、うん、なるほど、はい、それがユースティスの先人である大仁田さんへの礼儀と言いますか。そうですね、バッドドッグ見たりやりたい方ですね。本当に人数が少ないっていうのはいいですね、はいはい、このフィグマンの試合形式の中でさらにハンディキャップまでついてるという2対3だったというですね、もう2人が分断されちゃうともうどうしようもないですよね、うん、難しいですね、はい、この1試合なんですけども、はい、いろんな要素が取り入れられてるっていうか、はい、デスマッチもそうですし、はい、ハンディキャップマッチもそうですし、はい、いろんな部分というのがすごく入ってると思うんで、はい、ただの普通の試合とはまた違った難しさっていうのがすごくあって、なるほど、はい、ユースティス戦ゴルフに分かれたユースティス戦とエプロンのユースティス戦ボード、はい、これに警戒するのはもちろんですけども、はい、さらにその3人を相手にするという、そうですね、やっぱりその中にレスリーに入っていかなくてもいけないし、はい、工藤選手の人もここまで踏み切るのはかなり心の中で葛藤もあったと思うんですけども、はい、ありましたね、もうすごい時間かかるんだ、決断するまでもすごい時間、はい、リングを迎えてしまいました。女子ユースティスハンディキャップタックデスマッチ、日本初、世界初ですね、女子のユースティスデスマッチなんですけども、試合前は工藤選手ももうこちらも声をかけられないような雰囲気だったんですが、はい、かなりナーバスになった部分がありますか。ありますね、やっぱりね、普段の試合でもやっぱりいろいろ緊張したりとかするのに、これだけ違うものが取り入れられたりっていうと、はい、プレッシャーも前かかってくるし、リングに上がった瞬間、このユースティスのリングを見た時っていうのはどういう気持ちでしたか。上がったらぐっとなんか冷静になったんですよ。それまではやっぱり想像つかないっていうか、はい、自分の中でもどういう風になるかっていうのは分からなかったんですけど、はい、上がった時が結構もう踏み出たっていうか、やるしかないと思う。なるほど、はい、その上がる前までの怖さ、はい、この眠れない日もあったそうですね。ありましたね、やっぱり、想像つかないっていうのが一番怖いですね。自分なりの予測が立たないっていうのは、すごい不安なんですよ。なるほど、はい、そうですね、誰も経験がないわけですからね、女子では、はい、工藤選手は聞いたところによりますと、お母さんの方がやっぱりかなり心配されて、はい、試合の直前までどうしても中止にできないのかって何度も電話をくれたそうですね、はい、そうですね、この試合の当日の控え室のところまで電話をかかって、はい、でもそれまではやめなさいやめなさいだったんですけども、はい、当日になったらやられる前にやめなさいって思いました、はい、工藤選手のお母さんらしいですね、はいなるほど、お母さんはお母さんなりに考えたわけですね。そうですね、きっと困ったらやるしかないと、しかしこのユースティス戦という試合形式は、やっぱり工藤選手前におっしゃってましたけど、大仁田さんの遺産であると、踏み込んではいけない聖域なんではないかと。そうですね、やっぱり一番はそこ、痛い、そのユースティス戦が痛いとか、はい、そういう怖さもあるんですけども、はい、やっぱりその大仁田さん、うちの FMW の男子選手とか、はい、そういう人たちが作り上げてきたものを壊してしまうっていう部分の怖さが一番あったと思いますね。工藤選手大ピンチです。背中からユースティスさんへとユースティスさんに連絡しました。なんか
した瞬間、はい、想像してたよりも痛かったです。想像してたよりも、はい、で受けようと思っても動けないんですよ。髪の毛が引っかかって引っかかってますね。髪の毛も身動きできないっていうのもありますし、無理に動くとまた皮膚が裂けてしまう。そうですね、うん、当事者の工藤先生がこの部分を見て解説してもらうのはあまりにもちょっと長いシーンなんですけども、うん、やっぱり女の人と男の人がいると同じ、はい、女子手線のね、はい、違う部分で、これもそうですね。今度は顔面です。お母さんをやられる前に やれという虚しく、工藤選手もやっぱり一番最初に映像になってしまいました。しかしあれですよね、試合中の痛み、よくレスラーというのは試合中にはほとんど痛みを感じないんですよ。やっぱり夢中で、今夢中でファイトしてますからね。いや、この控室戻ってきてから例えば靭帯を打てなくても気づいたりとか。しかしこの場合というのはもうリングの上でもう激痛を感じたわけですね。すごいですね、その場で一瞬にして、うん、本当にもう今までの痛さとは口では言えないぐらいの痛み、手が背を向けてしまいました。もう工藤選手の水着もボロボロですね、うん、でも田中選手もよく言ってたんですけども、はい、単なるデスマッチのためのデスマッチだったらそれはただのグロテスクになってしまうと、はい、そういう点そうなってはいけないという意識というのはかなり試合中にもありましたか。試合中はね、もうやるしかないって、そこに決断するまではそうですよ、うん、それはねやっぱり受けた本人じゃなきゃこの痛みっていうのはなかなか分かんないと思うんですけどね。そうですね、ウイステスがなくてもあのウエイトで自爆するわけですからかなりのダメージですからね。うん、工藤先生に助けに行けない。ここもピンチです。これが一番痛かったんです、うん、この試合中の中で加速もついてますからね。やっぱりこの痛いとか恐怖感っていうのは私たちだけじゃなくて、はい、相手もあったと思うんですよ。初めての条件も一緒でね、はい、そうですね、うん、その部分もやっぱりもう最初はお客さん見ている札幌のお客さんももう声を失ってるっていう状態でしたもんね。でもあれですね、ここまでこの手段を使わないとマットドッグミリタリーとの決着がつかないという状況までもう追い込まれてましたからね。そうですね、うん、向こうも半端じゃないですからね、はい、この前の大阪でもやられたぐらいだったし、はい、まあ豊田選手にしても結局